さあ今日はですね、話題のモデルアフリカツインですね。このモデルは、DCT のついてないアドベンチャースポーツの ES モデルですね。なので最上級モデルの、DCT なしと思っていただければ、まあ、ほぼほぼ間違いないのかなというふうに思うんですけども、さあこれの詳細を早速見ていきましょう。まずはフロントタイヤから見ていきましょう。さあすごくですね、特徴的なスポークですね。これはですね、チューブレスタイヤにするために実はこうなってます。ここのリムの外側ですね、これちょっとね、真横から見ないと分かんないですけど、こっち側ちょっと見ていただくと分かるんですけど、ここにスポークの頭見えますよね。これ実はスポークってこのホイールを貫通してしまうと、そこのこの穴から要は空気漏れるんですよね。だからそうならないようにスポークを外に出す必要があるんですね。なのでこれはチューブレスタイヤにするために、このちょっと特徴的なリムの方に向かってスポークが編んであるというような感じで解釈していただければいいのかなと。まあ9090の21インチオフロードバイクって感じですね。非常に大きなフロントホイールがついています。そしてですね、フロントディスクもですね、フローティングマウントの結構立派なディスクローターがついてますね。そしてそこにですね、日清の対向4ポットキャリパーを、ラジアルマウントですねで装着しています。そしてモノブロック構造のキャリパーという形になってます。これをですね、左右2丁でまあかけてると、ダブルディスクという形になっています。さあそこからですね、目線を少し上に移してフロントフォーク、これもですね、倒立フォークになっています。さらにですね、これはですね、 ES のモデルになるので、電子制御サスペンションですね。ちょっとここ見てください。上の部分になるんですけども、ここにですね、電気の線が生えてますね。これがですね、あの電子制御サスの、まあ見分け方というか特徴になっています。こういう線がついているということですね。はい、そんなタイプになっています。さあ元に戻ってですね、ヘッドライト、これがですね特徴的ですよ。実はここにヘッドライトがあって、ポジション級はここの周りが光るんですけども、この下にですね、コーナリングランプがついてますね。これは車体の傾きに合わせて3段階あのコーナリングランプ、要は曲がる先を照らしてくれるってやつですね。ちょっとキーオンにしてみますけども、キーオンにすると、まあ、ポジションがこういうふうに光って、ヘッドライトはこんな感じですね。そしてハイビームにするとこういう感じですね。まあ、これはちょっと走ってですね、車体傾けないと光らないんですけども、コーナリングランプなので、まあ、そういう形になっています。そしてですね、この独特の表情ですね、これはですね、最新のアフリカツインらしさがですね、すごく前面に押し出されたデザインですね。もちろんボディカラーも含めてですね、そういったところになっています。さあそしてですね、このスクリーンですね、これも現状でもかなり高い位置にあります。これスクリーンが、ただこれ一番下なんですよね。ここら辺つまんで上に持ち上げてあげると、こういうふうにかなり高い位置までスクリーンを立ててあげることができるというふうになっています。でワンタッチですね、この辺つまんで下げれば下がりますんで、電気仕掛けではないですけども、まあ電気つけると重くなるんでね、そういった意味ではいいかもしれないですね。そしてさらにですね、せっかくなんでメーターをちょっと見てみましょう。メーターはですね、ここにまあいろんな表示があります。ここ速度計、タコメーターですね、そして各種、今の使ってるものですねが出ていて、燃料の残量計がここに出てます。で今これアーバンって書いてありますけども、ここはですね、乗り味ですね、例えばグラベル、これちょっとダートに行った時ですね、そしてさらにオフロードっていうのもありますね、本格的なオフロードに行った時とかっていう形でですね、キャラクターを変えることができます。そしてユーザー1、2というのがあって、こうバイクにその自分の設定を記憶させることもできるんですね。なので、まあ、非常に細かな、自分の好みに合わせた、制御をすることができると。ちなみにまあ通常はこの、まあ、ツアーですねっていうのを選ぶか、もしくはこれアーバンってやつですね、この2つ、まあ、片方はですね、荷物を積んだ状態でも割と安定して走ってくれるっていう、セッティングというふうになっています。そんな感じでですね、これいろいろあるんですけども、ここのモニターにApple CarPlay をですね、iPhone とかつなげると見れたりだったりとか、操作できたりだったりとか、あとは Bluetooth なんかもあるんで、iPhone 以外の携帯使ってる方もですね、 Android 携帯の方もですね、ここでそういうふうに Bluetooth で飛ばして操作することができる。そして今この表示もですね、まあ一個一個やらないですけど、3パターン選ぶことができて、シルバー、ブロンズ、ゴールドみたいな感じでですね、表示方法を変えることもできると。そしてさらにですね、この下のところはですね、速度計がもう一個ついてます。ここに違うものを表示したときにこっちが見えるようになっているということなんですけども、そしてここに積算計があったりとか、シフトポジションインジケーターがついてたりとか、そういった形にかなり細かな表示
をしてくれるというふうになっています。そしてですね、これちょっと一個一個説明してると本当にキリがないんですけども、左側スイッチ見てみましょう。相当多機能になってます。これ見てください。これ、さまざまなもうインフォメーションとか設定をするボタンだと思ってください。はい。そして警笛があって、ホーンがあって、ハザードがあると、そういう形になってます。でこれウィンカーがねクリックなんですよね、雰囲気としては。例えば普通のウィンカーってガチャンってこう動かして消すときはポチッと押すじゃないですか。それがコチッと動くだけですね。ほんのちょっとだけ動くだけで押すと消える、そんな感じのフラッシャースイッチになってます。そしてハイビームもですね、ここですね、ディマースイッチですね、ハイビームロービーム切り替えですね、押したりとか、あとこう上に倒したりする、ロービームハイビーム、そしてパッシングですね、という形で使い分けるようなスイッチになってます。すごい珍しいですよね。あと電話の操作だったりとかファンクションスイッチ、そして右側スイッチに行くとですね、またいっぱいあるんですけども、クルーズコントロールの設定、電源ですね、そしてこの設定のスイッチですね、クルーズコントロールです、いずれも、そしてキルスイッチがついている、これスターターと兼用ですね、になってます。そしてさらにファンクションがここにもついてますね。はい。なのでかなりこれ、ここだけで別動画を起こさないと多分わからないので、一応こういう風になってますという風な形で、見ていただければいいのかなという風に思います。そしてですね、ハンドルバーを見ると、真ん中が太くてテーパーになってて、端っこまでこう細くなっていくようなデザインですね。これはですね、最近のバイクでは本当によく見るデザインになっていて、そこの先にですね、ハンドルの先見ていくと、ここバーエンドがついていて、そのバーエンドの先にハンドガードをつけていると。通常結構ここから直でハンドガードついちゃうんですけど、バーエンドに重りが入った上で、これがつくという形はですね、やはり標準設定ならではと言えるんじゃないでしょうか。そしてですね、ガソリンタンク、これはですね、アドベンチャーの方のタイプだって言ったんですけども、そうじゃないタイプの方はですね、タンク容量が少し少ないです。これが今24リッターで、確か18リッターなのかな、そういったところの違いあります。これは大きい方ですね、24リッターのタンクの方ですね。開けてみると、一般的なホンダさんの使ってるタンクキャップですね、特に使いやすいです。違和感もなく、普通の、特徴もないですけども、普通のタンクキャップがついているというふうになっています。さあどんどんいきますよ。そしてシートですね、このシートはですね、これ実は今一番低い状態になっています。でシート自体で、2段階810と830かな、でまず高さを変えることができます。もちろんそのサスペンションの設定で少し柔らかくして低くすることもできますし、そういった意味ではですね、車高今これ一番低い状態になってますね。こういったところとかこういったところ見れば分かるんですけども、一番低い状態に合わせてあります。そしてですね、さあどんどん見ていきますよ。さらにこのリアキャリアですね、このリアキャリアはですね、かなり剛性感のあるものですね。金属製ですごいしっかりしたものになってます。そして専用のリアボックスをつけるための、ステーという考え方、どっちかというと荷台という考え方ではなさそうですね。ここにこう専用ステーをつけてもらって、専用のボックスを使っていただくような設定になってますね。ただしこれ一応便利だなと思うのは、タンデムのシートとこのリアキャリアがフラットに作ってあります。だからタンデムシートも含めて、リアキャリアとして使ってくださいっていう意図がありそうですね。これカタログでもそう歌ってるので、要はこことフラットですよっていうのを歌ってるので、そういったところはですね、もうタンデムシートまでキャリアとして使ってしまう設定で、ここの一面で見てくださいっていう風になってるのかもしれないですね。そしてその横にはですね、パニアケースをつけるためのステーがついてますね。ここですね、パニアケースをつけるためのサイドの穴が開いていると、そんな感じの作りになっています。さあテールを見てみましょう。テールも LED ですよ。キーオンにしてみましょう。キーオンにするとですね、こんな感じで光ります。はい。そしてブレーキを握るとこうなります。非常に明るいですね。そしてフラッシャーも LED ですね。フラッシャーも LED になっていて、そしてナンバー灯も LED ということで、このバイクはフル LED になっているというふうに言うことができます。さあ続いてですね、ちょっとシートを開けてみましょうか。シートを開けるとですね、こうなってます。まずタンデムシートにはですね、ちょっとしたドライバーのグリップとドライバーの先端ですね、そして六角のレンチ、あとこれヒューズをですね外すための工具ですね、ヒューズボックスからヒューズを外すための工具がついています。そしてですね、ここには ETC のスペースですね、 ETC がつくスペースがここについています。そんな感じになっています。さあ次はですね、フロントシートを外してみましょう。普通にガチャってやれば取れるんですけども、こんな感じで2段になってますね。この2段になっているところをですね、ここのところ合わせてあげると、シートの高さを2段階に変えることができると、そういう仕掛けになってますね。ここですね、こ
ここに引っ掛けるんですけども、まあ、この後ろ側の出っ張り2箇所どちらに合わせるかによって、まあ、高いシート低いシートをですね選ぶことができる、そんな仕掛けになっています。さあ続いてですねエンジンを見てみましょう。エンジンはですね、はい、非常に立派ですね。今回 1100cc、まあ、1082cc だったかな、ありますんでかなり大きなものになっています。そして特徴的なのはですねこのマフラーですね。ここからまあ2本で出てきて、ここにですねあのサイレンサーがありますね、大きな、はい、1本ここに集めて、このエンジンガードの下側、裏側っていうんですかね、エンジン側ですね、この向こう側に大きなタンクがついています。でさらにですねこうずっと後ろから出てきてマフラーに抜けていくという形になっていて、これはですねあの一応なんかデバイスがついてて排気をちょっとコントロールしてるようです。カタログを見ると、排気のそのパルス感を出したいっていうふうなことが書いてあって、まあ、ここにケーブルがついてますね、はい、ちょっと分かりづらいですけど、ここのケーブルでですね、まあ、排圧をコントロールして低回転から高回転まであの気持ちよく走るように作ってあると、そんな感じになってるようです。そしてフレームはですねスチール製の結構ごついフレームですね。こんな感じでバーっと下まで大きく張っていて、そしてシートレールの方もこれ別体ですね、シートレールの方がこう外れる感じのフレームになってます。そしてここの、まあ、オフロードブーツが擦れる部分ですよね、ここは交換が簡単にしてある感じですね。よくここ擦れちゃうんですけど、ここは樹脂製の蓋をつけることによって、まあ、擦れてもですねすぐ交換できると、そんな形の作りになっています。そしてステップにはですね一応アドベンチャーバイクなのでラバーはついていますけども、簡単に取り外しができて、あの普通のオフロードバイクみたいなあのギザギザの金属のね、そんな感じのステップにできるように作ってあります。そしてさらにですねあの後ろタンデムステップは普通の通常のアルミ製のペグですね、こういう感じになっています。はい、でまあこの辺一帯の造形はですね、まあ、あのツーリングネットとか引っ掛けやすそうな、やっぱりそういうツアラードバイクなのかなというふうに思わせるような作りになっています。そしてですねこのマフラーは結構跳ね上がってますね、結構ねこれいい音します。そしてあのやっぱりメーカーのカタログでもパルス感がっていうことを書いてるのと、跳ね上がっていてやはり耳に届く位置にですね結構歯切れのいい排気音が耳に届くような感じでバタ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 っと走りますんで、まあ、そういったところもですね最近のバイク結構音大きいよねって思わせる感じもありますけども、このバイクもですねまあ例に漏れず結構派手な音がする、そんな仕掛けになっています。さあリアホイールを見てみましょう。リアホイールもですね同じくゴールドリムでチューブレスです。このリムの一番端っこにスポークを引っ掛ける形で作っていて、非常に独特なデザインというかアドベンチャーバイクらしい独特のデザインになってます。タイヤサイズは15070の18ですね、のところにですね割とちょっとあのフラットダート向けぐらいのタイヤがついている形になっていて、そしてリアブレーキはですねウェーブディスクですね、ウェーブディスクでホイール直付けで、そして日清の片押しのピンスライドのキャリパーでディスクブレーキとなっていると、そういう作りになっています。まあ、そういったわけでですね、前回の 1000cc のモデルから今度は 1100cc にパワーアップして、そしてさらにですね非常にいろいろな、多彩な最新の機能を満載したハイテクなアドベンチャーバイクがこのアフリカツインということができるんじゃないでしょうか。